イザベラ・スチュアート・ガードナー美術館はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンにある美術館。ヨーロッパ、アジア、アメリカの絵画、彫刻、タペストリー、装飾品など世界的に価値のある様々な美術品を収蔵している。建物、設備、収集のすべてが一個人が所有し創設したものである。現在のイザベラ・スチュアート・ガードナー美術館では 歴史的美術品、現代美術品の展示はもちろん、コンサート、講義、家族、地域向け学習講座など、多種多様な活動を主催している。創設者のイザベラ・スチュアートガードナーにちなんで、名前がイザベラという女性は、美術館への入場が無料で、不定期に開催される特別なイベントに招待されることがある。2009年1月1日には、誕生日に、 美術館を訪れる観客は入場を無料とすると発表した。イザベラ・スチュアート・ガードナーの肖像、ジョン・シンガー・サージェント美術館創設者、イザベラ・スチュアート・ガードナーフィランソロピストで美術品、コレクター、芸術家のパトロンとして著名なアメリカ人女性イザベラ・スチュアート・ガードナーが1903年に美術館を開設した。 ギャラリーは15世紀ベネツヤの大邸宅を模してデザインされており、ベネツヤにあるバルバロ邸からの影響を強く受けている。合奏ヨハネス・フェルメール1990年に東南にあった絵画イザベラが美術品を熱心に収集し始めたのは1891年に父が死去して巨額の遺産を相続してからである。1892年にパリのオークションでヨハネス・フェルメールの 合奏を購入したのが最初の重要な美術品の入手となった。1894年にはボッティチェリの絵画入手を希望していたイザベラにアメリカ人美術史家バーナード・ベレンソンから購入協力の申し出があった。これ以降ベレンソンはイザベラの70点近い美術品の購入に手を貸している。エウロペの略奪キツの美術館のコレクション中最も有名な作品の一つ。 イザベラの夫、ジョニエル・ガードナーが1898年に死去し、イザベラが生前の夫と語り合っていた自分たちの美術品コレクションのために美術館を建設するという夢を実行に移した。ボストンの湿地帯フェンウェイに土地を買い、イザベラがギャラリーの雰囲気にふさわしいと考えていた15世紀ベネツィアのルネサンス風邸宅をモデルとした美術館の設計を建築家ウィラード・テシアーズに 依頼した。三階建ての美術館は中庭を囲むようにデザインされ、中庭には四季折々の草花が植えられている。イザベラは設計のあらゆる要素に口を出し、優れた建築家だったシアーズが、まるでイザベラのデザインを実行に移す、単なる建築技師に過ぎないと思っているのではないかと冗談を言われるほどだった。よく誤解されていることだが、美術館の建物は、 ベネツヤの宮廷をボストンへとそのまま移築したものではない。新しい建材を使用して建造されており、細部の装飾などにヨーロッパから持ち込まれた大量のゴシック機、ルネサンス機の古美術品が使用されているだけで、床面には特別にデザインされたタイルが用いられている。現代のコンクリートは建築要素として一部使用されており、アンティークの中東が 現代のコンクリートで作られた柱の頂点を飾っている。中庭はガラスの屋根で覆われ、鉄でできた梁で支えられている。ギャラリーの完成後イザベラは1年をかけて美術コレクションを慎重にレイアウトし、著名な西洋絵画や西洋彫刻と全く異なる文化や時代の絵画、調度品、織物などが自然に調和する空間を作り出すことに心を砕いた。 その結果、イザベラ・スチュアートガードな美術館のくつろいだ雰囲気は、絵画や中庭の花々を鑑賞するのにふさわしいとして、高く評価されている。大多数の美術品は分類されてはおらず、ぼんやりとした照明は、現代美術館というよりも、個人の邸宅にいるかのような印象を与えている。美術館が開館したのは1903年1月1日のことで、 ボストン交響楽団のメンバーが演奏する盛大な式典が開かれ、招待客にシャンパンとドーナツが振る舞われている。イザベラが存命中には、このギャラリーはフェンウェイコートと呼ばれていた。イザベラは芸術家、演奏家、学者などをフェンウェイコートに招き、豊富な美術コレクションと魅力的なベネツィア風の雰囲気から何らかの刺激を彼らに与えようとした。 イザベラに招待された人物には、アメリカ人画家のジョン・シンガー・サージェント、ドイツ人作曲家のチャールズ・マーティン・レフラー、アメリカ人ダンサーのルース・サンド・ニラがいる。現在の美術館が力を入れているアーティスト・イン・レジデンス活動として、美術館中央庭園の策定、コンサートや、イザベラの意思を継いで継続されている革新的な教育計画などが挙げられる。 イザベラは1924年に死去し、遺言によって美術館への100万ドルの寄贈と今後の美術館運営に関する大まかな規定が残された。その規定とは、イザベラが自身の美術に対する思想と美術館を設立した目的からギャラリーの美術品コレクションを大衆が常に体験でき、楽しめるように永続的に展示し続けるとするもので、 もしこの規定が守られないのであれば、コレクションをすべては却し、遺産ともどもハーバード大学へ寄付することとなっていた。イザベラが収集し、展示した美術品は、絵画、彫刻、調度品、織物、ドローイング、銀製品、陶磁器、装飾写本、機構本、写真、古代ローマ時代の書簡など2500点以上に上る。時代役にも、中世ヨーロッパ、 ルネサンス期イタリア、アジア、イスラム諸国、19世紀フランス、アメリカ合衆国と多岐にわたっている。ギャラリーに作品が収蔵されている著名な芸術家として、ティツヤーノ、レンブラント、ミケランジェロ、ラファエロ、ボッティチェリ、マネ、ドガ、ホイスラー、サージェントらがいる。マティスの作品を最初に収蔵したアメリカの美術館は、イザベラ・スチュアート・ガードナー美術館である。 特に有名な絵画として、キツヤーノのエウロペの略奪、サージェントのエルハレオ、イザベラ・スチュアート・ガードナーの肖像、フラ・アンジェリコの聖母の死と秘正店、レンブラントの23歳の自画像、チェッリーニのビンド・アルトビーティの肖像、ピエロ・デラ、フランチェスカのヘラクレスが収蔵されている。美術品の他にも、イザベラがヘンリー・アダムス、T.S. エリオット、サラベルナール、 オリバー・ウェンデル・ホームズらと交わした書簡7000以上が収蔵されている。ルクレツヤの物語ボッティチェリ2002年に美術館評議委員会はギャラリーの歴史的建築物を保存するためとイザベラの意志を以降も引き継ぐためには新胸の増築が必要であるとの判断を下した。2004年にはプリツカー賞を受賞したイタリア人建築家レンゾピアノと イタリアのジェノバのピアノの建築事務所が新棟の設計者として選ばれた。新棟は元々のギャラリーのデザインを尊重し、規模、外観、素材などを踏襲した形で設計されている。2009年5月にマサチューセッツ最高裁判所が美術館の増築計画がイザベラの遺言と大衆への貢献に沿ったものであることを承認し、関係する各都市並びに、 州政府の関係機関からも公認された。新旨には芸術、音楽、演芸といったイザベラの意志をさらに推し進めるために入館者へのサービス、コンサート、特別展示、講座などに使用できるスペースが確保され、完成は2012年が予定されており、計画全体のコストには1億1800万ドルがかかるとみられている。 ガラリアの海の嵐レンブラント・ファンレイン1990年の東南海画1990年3月18日、早朝、ボストン警察を装った二人組の高等がギャラリーに押し入り、13点の美術品を奪い去った。東南にあったのは、全世界に34作品しかないとも言われる、フェルメールの合奏、ガラリアの海の嵐、自画像などレンブラントの作品3点。 ドガのドローイング5点、マネのトルトニテーにて、かつてレンブラント作と思われていた風景が古代中国の杯、ナポレオン・ボナパルトの軍旗の先端についていた高の上国である。展示品の位置を変えないこと、というイザベラの遺言に従い、現在でも盗難された海外の経緯と将来的な返還を願って、空の額が元のままに壁にかけられている。 盗難された美術品はいずれも見つかっておらず、これらの美術品の総価値は5億ドルとも言われている。捜査は2011年現在でも行われており、連邦捜査局の盗難美術品専門部局における最優先課題になっている。イザベラ・スチュアート・ガードナー美術館は、盗難美術品発見につながる情報に500万ドルの検証金を提示している。1990年代に、 アイルランド共和軍への武器密売に関係していた、ボストンマフィアのボス、ホワイティ・バルジャーの部下二人が、東南絵画の隠し場所を知っていると語ったことがある。しかし、そのうちカズトはすでに死去しており、もう一人は捜査官への証言を拒み続けている。IRA は1974年にも、ダブリン郊外のラスボローハウスから、フェルメールの作品を含む絵画19点を強奪し、 絵画の変換と引き換えに服役している IRA のメンバー4人に対する交渉に使おうとしたことがあった。2005年に制作された、消えたフェルメールを探しては、イザベラ・スチュアートガードな美術館の美術品、盗難事件を扱った映画で、過去に同じテーマで制作放映された、コートテレビの作品内容とは多少相違がある。他にも CNBC のテレビシリーズ、 アメリカングリードやテレビアニメザ・シンプソンズのエピソードに使われるなど、この盗難事件は複数の映像作品で取り上げられている。2013年、犯人は中部大西洋岸諸州とニューイングランドを拠点とする犯罪組織のメンバーであること、盗難後、海画はコネチカットとフィラデルフィア方面に移送され、10年ほど前に売りに出されたことがあることなどを、 FBI は正式に発表した。現在も絵の行方は判明しておらず、美術館は通報者に対して500万ドルの報奨金を用意し、引き続き協力を求めている。ありがとうございます。